CG による完成予想図。国際宇宙ステーションはアメリカ合衆国、ロシア、日本、カナダ及び欧州宇宙機関が協力して運用している宇宙ステーションである。地球及び宇宙の観測、宇宙環境を利用した様々な研究や実験を行うための巨大な有人施設である。地上から約 400km 上空の熱圏を 秒速約 7.7km で地球の赤道に対して51.6度の角度で飛行し、地球を約90分で1周、24時間で約16周する。なお、施設内の時刻は協定世界時に合わせている。1998年11月20日から軌道上での組み立てが開始され、2011年7月に完成した。 当初の運用期間は2016年までの予定であったが、アメリカ、ロシア、カナダ、日本は少なくとも2024年までは運用を継続する方針を発表もしくは決定している。運用終了までに要する費用は1540億 US ドルと見積もられている。国際宇宙ステーションの開発は1988年9月に、 締結された日米欧の政府間協定により着手された。1998年にはロシア、スウェーデン、スイスを加えた国際宇宙ステーション協定が署名され、これにより ISS 計画の参加国はアメリカ、ロシア、カナダ、日本、欧州宇宙機関加盟の各国の15カ国となっている。これとは別にブラジル宇宙機関がアメリカと二国間協定を結んで、 参加している。また、イタリア宇宙機関は餌を通じてだけでなく、NASA との直接契約で多目的補給モジュールを開発している。中国は ISS の参加を打診したことはあるものの、独自の宇宙ステーションである、天狗を開発中である。インドも ISS への参加を希望するもたの参加国の反対にあったため、独自の宇宙ステーションの建設を決定した。 国際宇宙ステーション計画が最初に持ち上がったのは1980年代初期の米大統領の霊岸による冷戦期における西側諸国の宇宙ステーションフリーダム計画である。この計画は西側の結束力をアピールしてソビエト連邦に対抗する政治的な意図が非常に強いものであった。搭乗人数は出資比率によって定められたが米国、欧州、カナダ、 日本の飛行士がそれぞれ必ず年間を通して滞在できることになっていた。しかし、米国や欧州の財政難、スペースシャトル、チャレンジャーの爆発事故、続く冷戦終結による政治的アピールの必要性低下によって計画は父として進まなかった。計画はアルファに変更、ステーションの規模も大幅に縮小され、米国を含めて搭乗人数を削減し、 各国の滞在期間も短縮した。一方、ソ連はサルートに続く宇宙ステーションミールによる宇宙滞在を実現していたが、1991年末のソビエト連邦の崩壊による混乱と財政難でミールは宇宙空間で劣化した。米国はロシアを取り込む目的もあって、アルファとミールを統合する計画を持ちかけたが、ロシアは新しいモジュール、 ザーリャ他を打ち上げる意欲を示したため、完全な新型宇宙ステーションとして ISS 計画が開始された。しかし ISS 計画ではロシアの発言力が非常に大きくなり、常時ロシア人飛行士が滞在することとなったため、日曜か飛行士の滞在期間や搭乗人数は増加しなかった。1998年にロシアが製造したザーリャモジュール化を打ち上げられて、 ISS の建設が開始されたが、2003年に、スペースシャトル、コロンビアの空中分解によって、建設は一時中断し、その後の調整で、建設規模が縮小、ベールはともかく、日曜下の飛行士がどれだけ滞在できるかは未知数となった。ISS に滞在するクルーは当初は3人、コロンビア工事故後しばらくは2人であったが、2009年5月29日からは6人に、 増加された。ISS に滞在する正式クルーは政府間協定締結国に限られているが、参加国、機関が別途民間人と商業契約を結び、自国枠を提供し、ISS に滞在させる宇宙飛行関係者という区分があり、これまでロシアのみが商業契約を結び民間人を滞在させている。国際宇宙ステーションの構造物を運ぶエンデバー。 ISS の建設は、組み立て部品及び作業のため、50回以上の打ち上げが要求された。それらの打ち上げの39回は、スペースシャトルによる打ち上げである。比較的小型な部品は、プログレス補給船といった無人宇宙補給機によって運ばれる。組み立てが完了した時点の ISS は、体積1200立方メートル、重量419トン。 最大発生電力1 1 0ワットトラスの長さ1 0 8 4ル、進行方向の長さ7 4ル、最大滞在人数は6名となった。ステーションはいくつかのモジュール及び要素で構成される。相対積は約935立方メートル、総重量は約420トン。ISS の構成はアメリカ側用圧モジュール、ロシア側用圧モジュール、 トラスによる三つの部分に区分することができる。ISS の中央部には進行方向に余圧モジュールが直列に連結しており、さらに枝状にもモジュールが取り付けられている。これと直行して左右方向にトラス構造物が取り付けられている。余圧モジュールとトラスの交点はそれぞれデスティニーと S レートラスで、ここ以外に余圧モジュールとトラスの結合部はない。 滞在する宇宙飛行士の居住と作業の空間で内部は地球上と同じ地気圧の空気で満たされるように制御されている。温度、湿度、成分が調節され乗員は地上と変わらない形相で活動することができる。生活に必要な生命維持システムや居住のための装置 ISS の目的である様々な実験装置のほか、 ISS の運用に必要なシステム機器なども設置されており、多くの機器はモジュール内でメンテナンスや交換が可能である。基本的な機能を有するモジュールは列車のように一列に連結されている。先頭からハーモニー、デスティニー、ユニティ、ザーリャ、ズベズダの順である。これらのモジュールのうち、ズベズダ以外はアメリカの資金で製造され、 アメリカが所有権を有しているが、ザーリャはロシアに開発、製造、運用を委託している。ズベズダはロシアのモジュールである。一般にユニティより前側をアメリカ側、ザーリャより後ろ側をロシア側と呼ぶ。アメリカ側モジュールとロシア側モジュールは設計が全く異なっている。ユニティとザーリャは直接結合することができないため、 余圧結合アダプターを介して接続されている。電力や通信も PMA-1 を通じて接続されている。アメリカ側モジュール代表的なアメリカ側モジュールデスティニー。ユニティより前方のモジュールはフリーダム計画から流用されたもので NASA の標準設計や安全基準を適用しているため一般にアメリカ側と呼ばれる日曜の実験モジュールも アメリカ側に含まれる。これらのモジュールはいずれも直径4.4メートルの円筒形だが、これはスペースシャトルのペイロードウェイの寸法に合わせたためである。内部は国際標準実験ラックを4面に取り付ける設計で標準化されており、日米王のモジュール間でラックを移設できる互換性を備えている。モジュール同士の結合には共通結合機構を用いているため、 モジュールを任意に移設することができる。また、HTV やドラゴン宇宙船も CBM を使用して結合する。CBM は大型で高機能の結合機構だが、自動ドッキングには対応しておらず、ロボットアームを使用して接触させた後、電動の結合装置で結合する構造である。なお、アメリカ側でもスペースシャトルのドッキングだけは、ロシアが開発した。 アンドロジナスドッキング機構を使用しているため、ユニティとハーモニーにスペースシャトル用の PMA が設置されており、最終的にはハーモニーの PMA-2 のみを使用していた。この PMA-2 には ISS からスペースシャトルに電力を供給する配線が施されており、ISS 経流中のスペースシャトルの電力を節約することができた。アメリカ側モジュールは、 発電機構や推進装置をそれぞれに設置されておらず、ロシア側のモジュールのようには、単体では機能できない。スペースシャトルで輸送されて、ISS のシステムに組み入れられて、初めて稼働することができる。ロシア側モジュールロシア側を主体とした、組み立て初期の ISS。ザーリより後方のモジュールは、ミールに計画から流用されたもので。 ロシアの標準設計や安全基準を適用しているため一般にロシア側と呼ばれる。アメリカが所有するザーリャ、ロシアが独自資金で設置するズベズダが該当する。ロシアセグメントの開発にはエサも協力しており、ズベズダのコンピュータや欧州ロボットアームを開発している。日本はロシア側モジュールも実験に利用しているが基本的には アメリカ側に含まれる希望を使用する。ロシア側の特徴は主要なモジュールが単独で宇宙船としての機能を備えていることである。それぞれのモジュールにエンジンや自動操縦装置、通信システム、太陽電池パネルを備えており、単独で飛行して自力でドッキングすることができる。これはロシアの宇宙ステーションの伝統的な手法である。このため、 相当の規模まで組み立てなければ自立できないアメリカ側に先立って、まずロシア側を打ち上げて単独の宇宙ステーションを稼働させ、そこにアメリカ側を増設する手法を取ることで ISS 初期の費用削減に貢献した。ザーリャとズベズダは段階的にアメリカ側モジュールに機能を譲り、ザーリャは後年には通路券荷物置き場になった。対してズベズダは ISS の軌道高度や姿勢を維持する役割を担っているほか、米国と分担して環境制御の役割も担っている。ロシア側モジュールのドッキングには、アンドロジナスと呼ばれるドッキング装置を使用する。アンドロジナスは CBM より小型だが、鉄道車両のように衝突させるだけでドッキング可能であり、自動ドッキングするロシア側モジュールには欠かせない装置である。また、 緊急時の対比に使用されるソユーズ宇宙船やロシアのプログレス補給船、エサの ATV もアンドロジナスを使用してロシア側にドッキングする。ロシア側にも単独の太陽電池パネルを増設する計画があったが費用削減のため中止になった。不足する電力はアメリカ側の太陽電池から供給されている。トラスト、船外活動中の宇宙飛行士、 フリーダム計画では、船外作業の基盤として、大規模なものが計画されていたが、縮小を重ねた結果、ISS のインフラ機能を担う、船外機器の設置場所として使用されている。主要な機能は、太陽電池パドルをはじめとする、電源機器、ラジエーターなど排熱システム、姿勢制御のためのコントロールモーメントジャイロ、アンテナなどの通信機器の設置場所である。 フリーダム計画では、軌道維持のためのエンジンも設置する予定だったが、この機能は、ロシア側に移されたため、エンジンを備える予定だったトラスは欠番になった。トラスは ISS の中でも大きな寸法を占めるため、初期には折りたたんだ状態で打ち上げて、軌道上で展開することが検討されていた。しかし、展開したトラスに、各種機器を取り付ける手間を考えれば、地上で、 機器や配管、配線を完成させた状態のトラスを打ち上げた方が効率が良いことが分かり、そのような設計に落ち着いた。長大なトラス上での作業におけるカナダアーム2の移動、船外作業員や物資の運搬にはモバイルベースシステムと呼ばれる運搬ベースが使用され、トラスに沿ってガイドレールが設置されている。トラス上には船外機器の予備品や 故障して取り外された機器の保管スペースもあり、これを船外実験に利用することもできる。しかし、排熱用の冷媒を供給することはできないため、小型の実験にしか使われない。本格的な船外実験装置や宇宙観測装置を設置できるのは、日本の希望船外実験プラットフォームだけである。また、ヨーロッパのコロンバスにも、小型の実験装置を設置する機能が設置されているが、 希望よりは簡易である。2001年夜のグライダーモードで飛行する ISS。ISS の電力源は太陽光を電気に変換する太陽電池である。組み立てフライト 4A 以前はザーリャとズベズダに装備されたロシアの太陽電池が唯一の電源だった。ISS のロシアの部分はスペースシャトルと同じ 28V の直流電力を使用する。 ISS の他の部分にはトラスに設置された太陽電池から130から 180V の直流電力が供給される。電力は直流 160V に安定化されて分配され、さらにユーザーが必要とする 124V の直流に変換される。電力はコンバータによって ISS の米路のセグメントに分配される。 ロシアの科学電力プラットフォームがキャンセルされ、ロシア区画もアメリカが設置した太陽電池の電力供給に依存することになったため、この電力分配機構は重要である。ISS のアメリカ区画では高圧配電を行うことで電流を小さくし、電線をより細くすることができて、軽量化できた。太陽電池パドルは太陽エネルギーを最大にするために常に太陽を追尾する。 パドルは面積375平方メートル、長さ58メートル。完全に完成した構成では、太陽電池パドルは S3 と P3 トラスに装備されたアルファジンバルを軌道位置周回に合わせて1回転させることによって太陽を追跡する。ベータジンバルは軌道面と太陽の角度に合わせて角度を調整するもので、 この α 軸と β 軸の2軸の動きを組み合わせることで発生電力を最適化している。米国セグメントの太陽電池による最大発電電力は約1 2 0ット。しかし主要なトラス構造が打ち上げられるまでパドルは最終的な設置場所とは垂直な位置であった P6 トラスのみに設置されていた。この構成では右上の写真で示すように 太陽追尾にはベータジンバルしか使えなかった。夜のグライダーモードと呼ばれる方法は、夜間は使い道のない太陽電池パドルを進行方向に水平に向けて調整することで空気抵抗を減らすことができ、高度の低下を抑えることができた。太陽電池が発電した電力は一旦トラス内の充電池に蓄えられてから給電される。当初はニッケル、 水素充電池48機が使用されていたが、老朽化が目立ってきたため、2016年より随時、GS、湯浅製のリチウムイオン2時、電池24機に交換される。交換用の充電池はすべて日本の宇宙ステーション補給機にて1回に6機ずつ、輸送、2020年7月に交換を完了した。環境制御、生命維持システム ISS の環境制御、 生命維持システムは、気圧、酸素、二酸化炭素の濃度、水、活性消化、その他の要素を提供もしくは制御する。生命維持に関して、常に注意が払われるのは、ISS 内の空気である。酸素の供給は、ロシアのエレクトロンと米国のアックスで行われている。水を電気分解して、酸素を作るエレクトロンやアックスが故障したり、交代時に、 宇宙飛行士が増えたりすると、キャンドルと呼ばれる、円筒形のスフォグを使用する。これらの装置の他にも、ロシアのプログレスやエソの ATV によって、酸素や空気が運ばれる。2015年初めで、ATV は退役するため、2014年10月からは、商業補給船でも運搬できる、ノースが利用されるようになった。二酸化炭素の除去は、一度ゼオライトに吸着させてから、 船外に放出することで再生を繰り返すロシアのボズドークと呼ばれる装置と米国のシードラによって行われる。また、一時的に宇宙飛行士が増えた場合や装置の故障時には水酸化リチウムの入った缶に基地内の空気を通して二酸化炭素を除去するスペースシャトルと同じ仕組みの予備の装置も使うことができる。次に重要なのは乗員が 体内から排出したり洗浄などで使用した水や装置由来の水など水の収集と再生処理である。水はこれまでロシアの SL ベーカーと呼ばれる装置で基地の空気中の湿気を凝結させて回収されていてスペースシャトルの燃料電池が生む水最大1 1ラム、時間を加えても飲料用や酸素発生装置用で不足する分は従来年間約6 8 0 0ラムが 地上から補給されていた。これを改善するために、STS-126 で運ばれた、米国の水再生システムは、空気中の凝結水だけでなく、尿からも水を再生することで、地上からの水の補給をほとんど必要としなくなった。有害物質や匂いを除去するには、主に活性炭フィルターを使用しており、ロシアの BMP と米国の TCCS が、使われている。 トイレは、ロシア側のモジュール、ズベスダーと、アメリカ側のモジュール、トランクウィリティにそれぞれあるが、いずれもロシア製である。2019年には、両方故障したこともある。ISS の姿勢は、2つのメカニズムで維持される。通常は、Z1 トラスに設置されている米国の、コントロールモーメントジャイロ4機を使って、ISS を正しい方向、すなわちデスティニーを、 ユニティの前方に P トラスを左舷側にピアースを地球側に向ける。CMG システムが飽和すると ISS の姿勢をコントロールすることができなくなってしまうため、その場合はロシアの姿勢制御システムが自動的にスラスタを噴射して CMG の飽和をクリアできるように制御しているほか、CMG が使用できない期間の ISS の姿勢制御も担当する。 スペースシャトルオービタが ISS にドッキングしていた時は主にオービタのスラスタが姿勢制御に使われていた ISS 高度の推移グラフ特に1999年から2000年前半において 400km から 333km まで急激に低下しているのがわかる ISS の軌道は最低高度278 キロメートルから最高高度460キロメートルの範囲に維持される最高高度制限はソユーズ宇宙船のランデブーが可能な4 2 5キロメートルであり最低高度はリブースト等の制御ができなくなった状態でも一定期間落下を防いで対応する時間を稼ぐための高度で設定される ISS の高度は大気の抵抗によって絶えず低下しているので毎年数回 より高い高度に上昇させる必要がある。高度のグラフは毎月約 2.5km ずつ徐々に低下することを示している。リブーストはズベズダ後方の2機のエンジン、ドッキング中のスペースシャトルプログレス補給船、あるいはエサの ATV で実行することができる。高度の上昇は今後の飛行計画やデブリの接近状況などを考慮して実施される。このため、 稀にではあるが高度を若干下げたりもしている。ISS の組み立て段階では、スペースシャトルができるだけ多くのペイロードを ISS へ運べるように、高度は比較的低く抑えられていたが、シャトル退役後は、おおむね高度 400km 以上で運用されるようになった。大型のスペースデブリは常に地上から監視されており、衝突の可能性がある場合は前述の 高度制御により回避することができる。しかしながら監視されていない小規模なデブリと衝突する可能性はあるので対策としてモジュールには装甲が施されている。装甲はアルミニウムによる空間走行と衝突により発生した破片を受け止めるためのケブラー、繊維性内張りで構成される。放射線に対しても多少考慮はされている。新しい居住区画は 被爆量が少なくなるようにそれまでよりも干渉剤が厚くなっている。太陽フレアのように放射線量が増すと分かっている。場合にはロシア側のドッキングポートが最も壁が厚いためにここに避難することになっている。軌道高度は地上との輸送機往復を考慮して低軌道で運用されている。そのため地球を約90分で1周、24時間で約16周する。 軌道傾斜角は地球の赤道に対して51.6度傾いている。そのため、一般的なメルカトル図法の世界地図上に軌道を描画すると、北緯、南緯51.6度を上下の端とする波線になるが、地球が自転しているために90分かけて地球一周した際には、前の周回した地点よりも地上の経度で22.5度ずれることになる。 24時間寄港し、地球がちょうど一回自転した場合に、同じ地点の上空に戻ることになるが、地球がやや大円球体であること、重力の偏りなどの外乱によってわずかに異なる。地球に対する向きは、地球の中心に向かって、常に変化しないように制御されている。これは通信設備の指向性、補給機のアクセスのためであり、他ほとんどの人工衛星と同様である。 つまり ISS から地球を眺めると、ある一点で回転し続けているように見える。当初の NASA の宇宙ステーション建設構想は、スペースシャトルの全面的な利用を想定していた。このため、モジュールや機材の多くは、スペースシャトルでの輸送を前提として設計されている。しかし予算上の理由からロシアが参加することになり、人員輸送には緊急脱出用を兼ねて、ソユーズ宇宙船を、 貨物輸送にはプログレス補給船を合わせて利用することになった。ロシアの建設資材は大半がロシア独自で打ち上げられる。ロシアは余圧モジュールを独立の宇宙船として設計しており、プロトンドケットで打ち上げられると、モジュール自体の機能で ISS に自動ドッキングする。一部の小型モジュールはプログレス補給船のペイロードとして輸送される。 2003年2月1日に別ミッションで飛行中のスペースシャトルコロンビアが大気圏再突入後に空中分解で失われる事故が発生し運航の安全が確認されるまでスペースシャトルの打ち上げが無期限停止となったため ISS の組み立て作業は2002年11月に行われた STS-113ISS 組み立てミッション 11A を最後に一時停止した これにより、ISS への輸送力が大幅に低下したため、ISS における宇宙飛行士の3人の常駐体制が一時的に2人に減らされた。2005年7月26日午後11時39分に、事故後初となるディスカバリーの打ち上げが行われ、ISS 組み立て再開ミッションとなるミッション LF-1 が行われた。 このミッションには日本から野口総一飛行士が参加した。2008年には欧州のエサが欧州補給機の運用を開始し、2009年には日本の JAXA が宇宙ステーション補給機の運用を開始した。スペースシャトルによる宇宙飛行士の交代は2009年11月で終了し、以後の宇宙飛行士の交代にはもっぱらソユーズ宇宙船が使われるようになった。 2010年には NASA がスペースシャトルを退役させることを決定した。ISS のロシア以外の建設資材は大半がスペースシャトルでの打ち上げを前提に設計されており、代替輸送は困難であるため、仮にスペースシャトルの運行が遅れれば、すべての資材を打ち上げることなく ISS の建設を打ち切る可能性もあると懸念された。また、スペースシャトル退役以後は、 コンステレーション計画の一環として、スペースシャトルの後継となるアレスロケットとオリオン宇宙船によって ISS に人員や貨物を輸送する計画があったが、2010年にバラク・オバマ政権によりコンステレーション計画の中止が決定された。アメリカはスペースシャトルの退役によりドラゴン宇宙船の運用開始までの間、ISS への独自の輸送手段を一時的に 失うことになった。無人宇宙補給機の比較。左から、プログレス、ATV、HTV と構想を検討中の HTV、X、ドラゴン標準型と、拡張型、シグナス標準型と、拡張型、点船。赤が、弱圧区画、大々が非弱圧区画、青が、燃料区画。2011年7月にスペースシャトルが退役した後、 しばらくは ISS への人員輸送にはソユーズ宇宙船、貨物輸送にはプログレス補給船、欧州補給機、宇宙ステーション補給機のみが使用されていたが、プログレス補給船、ATV、HTV には貨物回収能力はなく、ソユーズはわずか 60kg の手荷物しか回収できないため、ISS から地球へ貨物を持ち帰る能力が最小となった。 スペースシャトル退役後のアメリカの i s s への人員、貨物輸送手段としては、商業機動輸送サービスにより開発された、民間企業スペース X 社のファルコン9とドラゴン補給機、オービタルサイエンシズ社のアンタレスとシグナス補給機を使用した商業補給サービスを活用する。ドラゴン宇宙船は2012年5月26日に民間宇宙船として、 初めて ISS にドッキングして補給に成功し5月31日に太平洋に着水式艦した。これにより ISS からの貨物の回収が再び可能となった。10月10日には初の商業補給サービスミッションに成功した。NASA は2011年5月にコンステレーション計画で使用される予定だったオリオの宇宙船の設計を流用した。 新たなオリオン宇宙船の開発を発表した。新たなオリオン宇宙船の無人テスト機 F とマイナス1は2014年12月にデルタ4ヘビーロケットで打ち上げられた。また2011年9月にスペースシャトルの後継としてオリオン宇宙船も打ち上げることになる NASA 独自の打ち上げロケットとしてサターン V ロケットを超える規模のスペースローンチシステムの開発が発表された。 しかし、オリオン宇宙船による ISS への宇宙飛行士の輸送任務はその後キャンセルされ、商業クルー輸送機に任せることになり、オリオン宇宙船は、友人での新宇宙探査と商業クルー輸送計画がうまくいかなかった時のバックアップの位置づけとなっている。2015年2月、欧州補給機の5号機が大気圏に再突入し、欧州補給機前期の運用を終了した。 2020年には宇宙ステーション補給機とドラゴンの初期型が相次いで運用を終了し、一方でそれぞれ新型に置き換わるなど再度の世代交代を迎えている。ソユーズ・ロシアが運用中の3人の理由人宇宙船である。ISS に非常事態が起きた際の脱出用救命ボートの役割を果たしている。この用途に対しては、 アメリカが上院機関機を開発して置き換える計画だったが、こちらは中止された。2009年5月までは ISS 長期滞在クルーは3名体制だったので、ソユーズが常時1機備え付けられていたが、2009年5月からは6名体制に拡張されたため、ソユーズも2機常備されることになった。緊急時に利用しやすいよう、ISS の中央に近いザリア前方の地球側に、 ドッキングするが2機に増えた場合はさらにズベズダ前方も利用する。ズベズダの後方は ISS の末端に当たるのでプログレス ATV の結合を優先するためできるだけ避けてはいるがズベズダ後方も必要に応じて使用することもある。なお2010年1月からは MRM-2 のドッキングポートも利用できるようになる。 ソユーズの起動上での寿命は6ヶ月なので、6ヶ月ごとに、新しいソユーズを打ち上げて交換する。この際、滞在3名中2名から3名がソユーズと共に、交代するが、ソユーズは3人乗りなので、ロシア人用の一人分の空席が空く場合もある。その場合は ISS への短期訪問に利用される。このような便乗車を、タクシークルーと呼び、ロシアが、 利用権を販売している。指摘宇宙旅行での ISS 訪問や、マレーシアや韓国による ISS 訪問はこの枠を利用したものである。ただし、シャトルでのクルーの交代に2009年11月の STS-129 を最後になくなり、滞在人数も6名に増加したため、タクシークルーの搭乗機会はなくなった。プログレス補給船ロシアが運用中の無人貨物船。 油圧貨物として、食料、衣類、実験機材、補修用部品などを輸送するほか、酸素や水、液体推進材を ISS に補給するタンクとパイプも装備している。プログレスはズベズダーの後方にドッキングすることが多い。ここは ISS の後方端に当たるので、プログレスは自身のエンジンを使用して ISS を推進し、高度を上げることができる。 スペースシャトルが事故の影響で運用不能に陥っていた際には強力なピンチヒッター役を務め ISS を維持した。スペースシャトル復帰後も物資輸送に活躍しているが、後日の ATV と HTV の運用が開始されてからは役割を分担することになった。シグナス・シグナスはドラゴンと同じく NASA のコッツ計画で開発された民間無人宇宙補給機。 シグナスはアンタレスにより打ち上げられ、2013年9月に初めて ISS とのドッキングに成功して、補給を成功させた。ドラゴン NASA の商業上院輸送開発に、基づきスペース X 社が開発する、有人宇宙船。ドラゴンにも初期型のドラゴン同様に、ファルコン9により打ち上げられ、2019年3月に無人での ISS ドッキングを、 ついで翌2020年5月に友人でのドッキングを成功させたスペースシャトルトラスを輸送中のスペースシャトル2011年7月に退役するまで NASA が ISS への人員と建設資材と補給物資の輸送のために運用していた輸送機 ISS 建設資材の大半を輸送したほか7名の人員とロボットアームを搭載でき特に建設初期段階では 作業基地の役割も果たした。人員交代にも使われるが、ソユーズ宇宙船を6ヶ月ごとに交換する際に、人員交代も行えるため、補助的な役割にとどまった。日米王の実験モジュールなど、ロシア以外の弱圧モジュールは、スペースシャトルで輸送された。このため、これらのモジュールはすべてスペースシャトルのペイロード米に、合わせた寸法、形状、重量になっている。 ただし、スペースシャトルの度重なる改良により搭載可能な重量は計画当初より減少しているため、一部の大型モジュールは船内機器の一部を別便で輸送せざるを得なくなった。補給には大きく分けて4つの方法を用いた。一つは、スペースシャトルの船内に補給品を搭載し、ドッキング装置を通して運搬する方法である。ドッキング装置の通路は、 直径6 0トル程度と狭く、船内スペースを使用するため輸送力は小さいが、補助的に毎回使われていた方法である。二つ目は、ペイロード米にスペースハブ輸送モジュールを搭載する方法である。船内より多くの補給品を搭載できるが、やはり大きな物資は輸送できない。次の MPLM が導入されると使われなくなった。三つ目は、 ペイロード米に多目的補給モジュールを搭載する方法である。MPLM はペイロード米から取り出され、ユニティまたはハーモニーに直接結合される。サイズが大きい共通結合機構を使うため、エスプアなど大型の機材を輸送できるほか、小型物資も広い通路を利用して効率よく搬入できた。作業終了後の MPLM はペイロード米に戻されて持ち帰られた。 4つ目は、ペイロード米内に露出した形で輸送する方法である。ISS の外部に設置するバッテリーやタンクなどの部品を交換する際には、アダプターを使用して搭載した。欧州補給機欧州補給機は、エサが2008年から2015年まで運用した無人貨物船。機能や利用方法は、プログレスとほぼ同じで、ロシア側のドッキング装置を使用し、補給用のタンクや、 パイプも装備している。大型のアリアン V ロケットで打ち上げられるため、プログレスよりもかなり大型で、リブースト用推進剤を含む、輸送力はプログレスの約3倍である。ただし、ドッキング装置もプログレスと同じなので大型物資の輸送はできない。ドラゴン NASA の商業機動輸送サービス計画で開発された初の民間無人宇宙補給機。ドラゴンは、 ファルコン9により打ち上げられ、2010年12月に、初めて地球低軌道を周回した気圏に、再突入して、太平洋に着水し、2012年5月に、初めて ISS のドッキングに成功して、補給を成功させた。2020年4月の20回目の補給ミッションを、最後に運用を終了し、後継機となるドラゴン2に移行した。 宇宙ステーション補給機宇宙ステーション補給機、相性、コウノトリは、日本の JAXA が2009年から2020年まで運用した無人貨物船。プログレスや ATV と異なり、ISS の戦闘に当たるハーモニーに結合するため、リブーストに用いることはできない。しかし、MPLM と同様にサイズが大きい共通、結合機構で結合するため、エスプアを、 丸ごと搭載するなど、大型の貨物を輸送することができる。また、費用圧部があり、ISS の船外に装着される、バッテリーなども輸送することができる。スペースシャトル退役後、後日の民間機の運用が開始されるまでは、これらの物資を輸送可能な輸送機は、HTV のみだった。2021年度以降にコストを半減した、HTVX の運用に移行する。 オリオン宇宙船 NASA は2011年5月にオリオン宇宙船の開発を発表した。オリオン宇宙船の無人テスト機は2013年7月にデルタ4ヘビーロケットで打ち上げられる予定である。また2011年9月にスペースシャトル後継機の SLS の開発とオリオン宇宙船を搭載した初号機を2017年に打ち上げることが発表された。 当初のオリオン宇宙船は NASA がコンステレーション計画に使用するために2014年運用開始を目標に開発していたが2010年にコンステレーション計画が中止されると計画が現在のものに変更された。コンステレーション計画においては6名が搭乗可能でソユーズを置き換えて緊急機関船としても使われる模様であった。また、 詳細は発表されていないが無人貨物線形の開発も予定されており、有人型と同様の物資回収カプセルを備えた型と HTV のような非回収カプセルを備えた型のイラストが公表されていた。まずは ISS に対応した型が開発され、続いて月飛行に使用可能なブロックに火星や小惑星への飛行に使用可能なブロック3を開発する予定であった。 フィディラーツやロシアが2018年の有人飛行を目標に開発中のソユーズ代替有人宇宙船。ISS へ6人輸送することが可能であるほか、無人輸送機としての運用も考慮されており、2トンの貨物を ISS へ輸送し5 0 0ラムの貨物を地上に持ち帰ることが可能となる予定である。RKK エネルギアが開発を担当する。 HTVXJAXA が開発中の宇宙船で2021年度以降に H3 ロケットでの打ち上げが予定されている。現行の HTV と比べて太陽電池のパドル化が図られるとともにこれまで分割されていた推進系と電気系モジュールがサービスモジュールに集約されるなど構造設計が大幅に見直されている。こうしたシステムの効率化や軽量化により 輸送能力を保ったまま製造費用を半減する。CST-100NASA の商業、上院輸送開発に基づきボーイング社が開発する、有人宇宙船。ドリームチェーサー NASA の商業補給サービスに基づき、シエラネーバダコーポレーション社が開発する、無人補給機。X-38CRV 上院、機関機として NASA が開発を進めていた、宇宙船である。 X-24 実験機に似たリフティングボディ形状の機体であり、6名が登場することができる予定だった。大気圏内での滑空実験などが行われたが、コロンビア号事故後の計画見直しで2002年に開発がキャンセルされた。クリーペルロシアが開発を検討していた有人宇宙船でソユーズを代替する予定だった。 釣り金型のカプセルだが小さな翼を取り付けた案もあった。エンジン部分は宇宙に留まって繰り返し使われ、打ち上げにはソユーズ3ロケットを使用する予定だった。エサやジャクサに共同開発を打診したが、2007年末にエサとの間で CSTS 計画を立ち上げ、これに伴い計画は中止された。アクツ、CSTS エサとロシアが開発を検討していた。 有人宇宙船でソユーズを代替する予定だった。有人カプセルと脱出装置、打ち上げロケットはロシアが、推進部はエサが開発し、2014年実用化を目標としていた。エサでは、次の ATV 発展型とどちらが採用されるかは、最終決定されず、JAXA にも共同開発を打診したが、共同開発には至らなかった。この計画は中止され、 2009年初めにロシアは独自の有人宇宙船 TPTS を開発することを決定した。アレス月探査計画用の大型貨物ロケットであるアレスロケットシリーズを ISS に利用する案もあった。アレス V は地球低軌道に130トンもの貨物を輸送可能であり、過去にサターン V でスカイラブを打ち上げたようにアルタイル着陸船を改造した。 軌道変更ユニットを取り付けることで、大型のモジュールを ISS に届けることが可能な計画だった。しかし開発は大幅に遅れ、2010年にコンステレーション計画自体の中止が決定された。ATV 発展型イサが開発を検討していた宇宙船で、まず貨物回収カプセルを搭載した無人型を、続いて有人カプセルと脱出装置を備えた有人型を、 開発する計画だった。打ち上げには、アリアン号使用。アクツ、p p t s とは異なるヨーロッパ独自の計画だが、エサは、アクツ、p p t s と比較検討していた。ATV は2015年の ATV-5、ミッションの終了をもって退役し、エサはオリオン宇宙船に、ATV のサービスモジュールの技術を派生させた、イザムを提供する計画に変更した。 2010年までの国際宇宙ステーション計画における各国の支出はアメリカが6兆4400億円、日本が7100億円、欧州が4600億円、カナダが1400億円である。2011年から2015年までの5年間の各国の予想支出はアメリカが1兆8900億円、日本が2000億円、欧州が2500億円。 カナダが250億円である。なお、ロシアは、自国管轄部分の費用をすべて負担し、同時にそのすべての利用権を所有している。2017年7月には、ISS の主要部分の360度画像が、Google ストリートビューにより公開された。このプロジェクトは NASA 宇宙飛行士、ペギー・ウィットソンが率い、エサ宇宙飛行士、トマペスケにより撮影された。 360度カメラではなく、NASA の協力により、ISS に搭載済みのニコン製一眼レフにより撮影した複数の画像を合成することにより360度画像を生成する手法が取られた。ペスケ飛行士が ISS に滞在した第50次、第51次長期滞在の期間においては、ドラゴン宇宙船の SPX-10、 シグナス宇宙船の OA-7 がドッキングしており、ISS に加え、両宇宙船の内部に訪れることもできる。ありがとうございます。